今まで自由に生きてきました。もう出過ぎちゃってて打たれもしないって感じです。なんか一つのことですごい機嫌悪くなったりとか、雨が降ってきただけで今日の予定も全部行きたくないみたいなのとかも、まあ潮見だからしょうがないよねみたいなことすごい言われてきました。お金持ちですか？お金まあまあ持ってます。100万円もらいました。クリスマスプレゼント、サンタさんが100万円くれました。苦手な女性はなんかすごいキラキラしてる子、丸の内 OL 風女子の、あとなんかちょっと田舎臭い子、田舎臭い子、なんかどん臭い子が嫌いです。キラキラした後自分をアピールしてくるのが嫌いな、パンケーキみたいな食えよみたいな、わかります？欲しいものが手に入らないのは絶対に嫌です。なんか基本勝ち気なんですよね。なんか負けるっていうビジョンが作れないです。